出没アドミチック天国あ、そういえば風がすっかり収まってよかったです。6月19日なんですけども、ついさっきまでものすごい風だったんですけど、なんと収まってくれました。素晴らしいね。そして、鎌倉です。まあ、2013花めぐりシリーズ締めくくりかということで、やってきたのが成就院なんですけども、成就院といえば紫陽花ですよね。あ、進んでいいということで、遠くから撮ったんですけど、まあせっかくならちゃんと花めぐりであるならば花も撮っとけやということで、この煩悩の階段を降りながら、煩悩の階段を般若心経を唱えながら唱えてませんけども、そういう気持ちで紫陽花を見なさいということですよ。これ262株なだけなわけがないよね。もっといっぱいあるんじゃないのかな。なるほど。まあ今日もちろん平日なんですけど、いやすごい人の数でして、当然ですね。これはすごい。からの4割合で、アドちゃんをキョトンと見られているアドミチ隊であります。あ、でもあっちから上がってきた方が階段が楽ね、降りるのが。え、ね、ああこっち側の方が楽だ ね、 楽ね。そうだね、うん、みんな失敗してんだよ。楽しちゃ逆にいけないんだ。え、なんでいいじゃないですか。いや蒸し暑くなってきました。うん、色濃い。結構濃いめな紫陽花で、色もはっきりしてません。うん、やっぱり埼玉あたりの小汚い紫陽花とわけが違うかなみたいな。いやいやいや、するしかないでしょやっぱり。こうやってドワッてやるとすごーいって感じで、アップするとブワーっと、うわすっごい今頂上すっごい人がいっぱいいるんだけどっていう感じを取りつつ、まあ自分たちもその中の一人だったよなーみたいな。すごーい。しかし今、あれですね、老若男女、皆さんスマホで撮影してますな。すごいすごい。なるほど。国際的ですな。はい。さあこれで終わりだね。階段じゃないね。それ全然。だって階段、なんか考えてみたらここ階段になってないよ。うん。ってことはあの中腹の混み合ってる、うんね、え、そっから108って数えるのかな。まあなことはどうでもいいんだけどね。どうでもよかった。いや私にとっては意外とどうでもいいかな。ここら辺とかも数えて108にしてんのか、ね、このぐらいだったらそんなに大変じゃないの。全然大変じゃないですね。ものすごい大変なようなイメージだった。いや余裕っす。はい。
では、おお、こんな感じで、成就院のアジサイ巡りました。チャオー。